静岡県上等軍の範囲上等軍は静岡県にあった軍。1879年に行政区画として発足した当時の軍域は現在の行政区画ではむね以下の区域にあたる。古くは白海軍と称した。藤原系跡より出土された木管には気候軍と記されていた。平安時代後期から上等軍とも記されるようになり、近世以後はもっぱら。 上東軍の表記となった。東東海国。上東軍は薄桃色、隣接する。三名軍は紫色、周知軍は白色、佐野軍は水色、灰原軍は大色で示されている。原図では、東が上になっているが、90度右回転させて、北を上にして表示している21、城内。 田村22、中内田村23、下内田村24、助田場村25、柳部村26、土方村27、中村28、笠原村29、大塚村30、大淵村31、大阪村32.3、 浜村33、三股村34、千浜村35、池にっ田村36、朝日奈村37、小野木村38、桜村39、新野村40、南山村41、川野村42、愛草村43、平田村44、横地村45、六号村46、川城村47、西方村48、鴨村。ありがとうございます。